職業体験イベントお仕事フェアには就職を希望する高校生およそ250人が参加しました。このイベントは求人が始まる7月より前に高校生が仕事や企業について知る機会を設けようと高校生の就活支援などを行う企業が企画したものです。会場には県内中心におよそ20の企業がブースを設け、生徒は実際に仕事を体験しながら担当者からの説明に耳を傾けていました。今のうちからこういう職業があるんだよっていうことを知れるのがとてもいい機会だなって、私に合った職業が見つかればいいなと思っております。このイベントが仙台で開かれるのは初めてで、企画した企業は求人が始まる7月にも就活イベントを行うことにしています。